さあ、ここは東京都府中市 JR 南武線の府中本町駅です。今回はこの府中本町駅から八王子駅を目指したいと思います。まあ、府中本町から八王子と言いますと、普通の府中市民が都内を移動しているような気もしますが、この移動にはあるとんでもない車両が関わっております。ということで、まずは南武線で立川まで行きましょう。駅の放送がすごく小さいのがちょっと気になりました。隣の線路からは武蔵野線が発車しておりますが、こちらもやってきました。おなじみの E233 系の南武線各駅停車の立川行きです。さあ、府中本町駅を発車します。府中本町でごっそり降りていきましたので、車内はそんなに混んではおりません。南武線は川崎駅から立川駅を結ぶ路線です。沿線には多くの住宅街が広がっており、ベッドタウン同士を結ぶ路線でもあります。また他の路線との乗り換え駅も多く持っているため、東京まで出るのもそこまで難しくはないです。次の分倍河原もその一つ、京王線との乗り換え駅となっております。見てお分かりになるように、沿線は本当に住宅だらけ。明らかに先ほどの住宅街の景色より、街が明るく、そして高い建物も増えてまいりました。まもなく電車は終点の立川駅に到着します。中央線快速の西側に位置する大ターミナル駅立川です。また中央線のほとんどの特急も停車します。府中本町からは10分少々でアクセスできる立川駅です。さあ、立川駅に到着しました。南武線いいですね。今度もっと明るい時間帯にじっくり乗ってみたいなと思いました。さて、ここからは目的地八王子を目指すために中央東線に乗り換えていきます。中央線快速とは呼ばず、あえて中央東線と呼んでおります。さて、立川駅の中央線のホームにやってまいりました。6番線には豊田駅が到着しておりますが、八王子まで行かないのでパス。5番線を見ますと、甲府行き6両編成と表示されております。なるほど、まあ、E233 系にも6両編成が在籍しておりますから、それが来るんでしょうかね。豊田駅の209系、まだ私中央線快速の209系にじっくりとは乗れていないため、早めに乗っておきたいなと思っております。そんなに混んではおりませんでした。そしていよいよ普通電車の甲府行きが入線しているのですが、どう見たって E233 系ではありません。おかしいな、6両編成も所属しているのに。冗談はこの辺にしまして、こちらは1日数本だけ設定されています211系による立川始発の甲府行きです。昔はもっと設定されていたらしいのですが、近年のダイヤ改正後は片手で数えられるほどにまで減ってしまったようです。車両の運用は特に決まっていませんでしたので、ロングシートの3000番台かなと思いましたら、まさかのボックスシートも備えた0番台でした。これに乗って八王子へ行きましょう。東京都内で特急でもないのに甲府という文字を見るのはなんだか不思議な感覚がします。八王子や高尾までしか行かない場合でも、この甲府行きに乗るのが最短の経路です。さあ、立川駅を発車。このまま中央線の普通電車甲府行きで八王子駅を目指します。せっかくモーター車に乗ったのですが、残念ながら冷房がガンガンに稼働していたため、貴重な211系の立川乗り入れなのにあまり走行音をお届けできません。今度涼しい時期にまた乗車してみようと思います。電車は6両編成、中央線の快速は東京駅から大月駅まで10両編成で走っている便が多くありますから、このラッシュの時間帯に6両3扉で混乱が起きないのかなと思いましたが、意外にもほとんどの人々が座席に座れ、車内は落ち着いておりました。せっかくですから車内放送を聞いてみましょう。どうもな、営業到着力、また車内の設備に関しましては高尾駅へ発車してからご案内させていただきます。次は日野に止まります。袖口右側です。惜しい、トイレなどの車内案内は高尾を出てからだそうです。こちらは日野駅を発車するところです。当然ですが、立川駅から乗車して日野駅で下車する人も多くいます。
日野の地域も中央線快速西部のベッドタウン。ただ京王線の高畑不動駅の利用者が多いため、中央線快速の中では最も人が降りない駅なのだそうです。外の景色は真っ暗ですが、立川駅を出発すると住宅ももちろん続きますが、一方で景色に緑も含まれるようになってきます。そして立川駅周辺と似たような景色が広がってきました。マンションもいくつか立ち並んでおります。電車は間もなく目的地八王子駅に到着します。八王子駅も中央線快速の一大ターミナル。八王子は降雪時などによくニュースに出ますから、立川よりも知名度が高いのかもしれません。八王子駅に乗り入れるのは中央線快速の他に横浜線と八高線があります。立川駅も八王子駅も神奈川県までつながる路線が乗り入れているのは面白いですね。さて現在のダイヤでは高尾より東側に乗り入れる便は全部で5本あります。そのうちの3本は豊田発着、残りの2本は立川発着です。ですから立川発着のこの便はとても珍しい電車でございます。真っ暗闇の中に光るマンションの明かりがとても綺麗ですね。211系の少しこもった音が出るスピーカーから乗り換え案内が聞けるのも良いです。そして横浜線の車両 E233 系も見えてまいりました。まもなく目的地の八王子に到着します。はい、八王子駅に着きました。お疲れ様でした。とても不思議な感覚のする移動でした。府中本町に住んでいる方や他の南部沿線にお住まいの方が夜の7時ぐらいに八王子に行くかと思って電車に乗ると211系の甲府行きが来るようですね。私が本当に不意地で211系が来たら、甲府までは言い過ぎたとしても相模湖までなら乗ってしまうかもしれないです。ということで今回はただ都内を移動するだけなのに211系が来てしまう事例の紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。